サイレンの音量はですね法律で定められています道路運送車両法ではこの20メートル前方の位置で90デシベル以上120デシベル以下の音量と定められていて安易に下げることはできません90デシベルと言いますと例えば 想像しい工場の中と同じくらいの音の大きさに匹敵するということで、まあ、命を守るためですからかなななり大きな音ですよねねるほど、ねまあ、それでまあ安全の上で必要だから大きな音にしているわけですけれども、まあ、うるさいとかいう苦情が来ていると、うん、まあそれでコンフォートサイレントということで耳に馴染むような音にしているということなわけですねはそのコンフォートサイレントの音もう一度皆さんと一緒に聞いてみましょう。うん、こちらです いかかがでしょうワンオン風のソフトな感じ、ね、住宅街ではこういった音をつけるのはいいんですけれども、ね、今、VTR でもあったようにその車の中の居住空間を良くするってことは音が入ってきづらい、はい、ということなんですけれども,もこれ消防庁のホームページ調べると昭和45年の消防庁長官通達ですで、はい、に先ほどの90デシベルから120デシベルでやりましょうって決まってるんですよ。えーで 50年以上前に120デシベルまで出て50年以上前言ったらクーラーもあんまりないですから、はい、夏は窓を開けて走ってるわけですよ。はい、それが今クーラーとかでこんな暑いからみんなばっちり湿ってるでしょ。ってことは規定よりも大きいを取れないと伝わらないのに規定が変わってないんですよ、うん、そう昔のまんまってことですそ<う>社会情勢変わってますからね。 生活環境を守ろうって意識が高まってるからうるさいって話になって人の命を守るってことなんでこれも 車に乗っている人に聞かせるためには住宅の住んでいる歩いている人たちがうるさいと思うのは少しやっぱり我慢していかないと確かに赤ちゃん起きちゃうとかあるかもしれないけど人の命を救うために走っているわけだからそこをやっぱり譲らなきゃいけないのかなという思いいははありますすすねねね、まあ、工夫はしてるわけでででそその一方うなんですよ、ねまあ、本当クレームに関してはもう少し寛容になってほしいなという思いもあるんですけれどもこういった事例もあるんです。 青森県の八戸市立市民病院ではこちらドクターカーですね、うん、ドクターカーのサイレンにイエルプオンという音を採用しています、はい、ご存知ですかイエルプオン初めて聞きます。イエルプオン、うん、はい、うん、ではちょっと実際に聞いてみるとあっ,ってなるかもしれません再生してみましょうこちらですいかがですかあ、うん これ洋画とかのアクションメロとかでアルブ映画と、ね、あとは空撮の追っかけ映像ですよね、はいあえー、よく入ってくるこれイエルプーンっていうのはいそうなんですよ<ー>このイエルプーンを八戸市立市民病院のドクターカーでは採用していましてピーポーではなくヒュンヒュンというような音ですよね、うん、ではなぜ採用に至ったのかと言いますと救急車よりもドクターカーの方が こう、車高が低いですよね、ええ。周りから見えづらい。あ、そうなんですよ。<ー>なので、まあ、周りからも見えづらいですし、音も聞こえにくいということで。そこで、地元の八戸工業大学と共同研究をしたところ。ピーポーよりも、このイエルプ音の方が耳に届きやすいということがわかったんだそうです。なるほどはい。もちろんね、あの、警察の許可も得て、こちらを採用したということですよ。まあ、最新の、ね、あの。救急車では。 もう一つ牛ン音というのがあって、はい、ものすごく不快な音を交差点で押すとなるというのがあるんですよ、うん、それぐらいやらないとやっぱり交通事故を防げないというので救急車が今日の事故みたいになると、えー、ちょっととそれはとんででもない話ですからね道交、ねえー、法でちゃんと緊急車両については譲らなければいけないという法律にもなってますし、うん、緊急事態ですからぜひこういうことがあるということを知っておいていただいて必ず譲るようにしていただきたいと思います。